どうもいつもお世話になっております。今回は、4層後半の主要ギミック解説に特化した動画になります。そして、紹介するギミックは、この6つになります。流れとして、アニメーションや実際の動きで解説します。途中の細かい技は、投資の解説動画がありますので、そちらをご覧ください。まず、時間圧縮、除。これは、砂時計とデバフの複合ギミックになります。砂時計は、このような特徴があります。除の砂時計は、黄色1つを、北として、左右3つずつ、赤色の砂時計が出現します。赤色の砂時計は、ボスのスピードの影響で時間差ができ、3段階溜まったら、ビームを近い人に撃ってきます。黄色の砂時計は、3段階溜まったら、巨大円範囲の後ノックバックをしてきます。次に、デバフの説明です。除で付与されるデバフはこのようになっています。破滅の刻印ですが、ビーム、ファイガ、シャドウアイ、ブリザガのどれかに当たると付与、二度付けで死の宣告に変化します。つまり、2回ビーム処理や、ファイガの人がビーム処理することはできません。早ファイガと遅ブリザガの説明。まず、ブリザガの人は、1番目の砂時計のビームを誘導します。ファイガの人は、黄色を北と見て、ボスの右下、左下で殴りながら捨てることができます。ビームが終わったら、ヒーラー2人の間でボスを殴っていれば、自然に視線を避けることができます。そこで位置が記憶され、視線が終わったら、黄色から AOE が出ますので、それを避けたところで集まり、遅ブリザガが発動しつつ、リターンのデバフが切れてスタンされ、巻き戻しが始まります。最後にノックバックされ、4-4に分かれて、ウォータナの頭割りに入ります。では、実際に早ファイガ視点で見てみましょう。さっきのアニメーションと違い、砂時計が下が3番目ですね。しかし、DPS は気にしなくても大丈夫です。ブリザガ担当は1番目のビームを誘導してて、私は優先度の関係で左下でファイガを捨ててます。ファイガを捨てたら、ヒーラー間でボスを殴ります。視点とビームが終わったら AOE が来ますので、避けつつ中央に集まります。ブリザガが発動し、リターンデバフが切れますのでスタンされて巻き戻しが始まります。その後ノックバックされ、4-4で頭割りです。早ブリザガと遅ファイガの説明。まず、ブリザガの人のビーム誘導は変わりません。そして、早ブリザガは、誘導してる間に勝手に捨てられています。遅ファイガの人は、ヒーラーの間で殴っていて、ブリザガの人は、ビームの誘導が終わったら合流します。視点とビームが終わったら、黄色から AOE が出ますので、中央へ避けつつ、遅ファイガの人は、黄色を北と見て、ボスの右下、左下で捨てます。その後の流れは一緒です。では、実際に遅ファイガ視点で見てみましょう。ブリザガ担当は、1番目のビームを誘導して、ブリザガを捨てています。私は、遅ファイガなのでヒーラー間で、ボスを殴っています。視線とビームが終わったら AOE が来ますので、避けつつ、私は、優先度の関係で、右下で遅ファイガを捨てています。その後は、巻き戻しされ、一緒の流れです。タンクの説明。つくデバフは、視線かウォータガになりますが、どちらも動きは変わりません。気をつけることとして、黄色砂時計から来るノックバックは、戦闘が、最もダメージが痛いので、タンクが戦闘で受けないといけません。そのことから、ヒーラーの間で、ボスを殴っている DPS より、黄色砂時計側に待機します。しかし、そのまま殴っていては、ヒーラーが視線だともらってしまうので、視線時は、黄色砂時計側を向きましょう。また、タンクが視線だった場合、相方タンクを見ないように、黄色側外周に一瞬向いておくのが無難です。終わったら、黄色から AOE が出るので、避けつつ、3番目のビームの誘導に行きます。1番目の砂時計は固定だが、3番目は入れ替わるので、3番目の砂時計は覚えておきます。3番目が、左下、右下の例です。途中からですが、タンクは、上の方に誘導しています。どちらにも言えることですが、遅ファイガの時は当てないように注意しましょう。ヒーラーの説明。つくデバフは、視点かウォータガになりますが、どちらも動きは変わりません。
この方法は、ヒーラーが一番簡単で、マーカー上に立っていて、視線時に、相方ヒーラーまたはタンクの視線を見ないように、外周を向きます。この時ビームを誘導していますが、マーカーにいるだけで勝手に誘導されています。終わったら AOE を避けて中央に集まり、リターンのデバフが切れてスタンされ、巻き戻しが始まります。最後にノックバックされ、4-4に分かれて、ウォータガの頭割りです。タンク視点のノックバックの先頭位置かつ、視点のところだけ抜粋です。しっかり、DPS より黄色側ですね。そして、視線時一瞬外周向いています。序のまとめです。アポカリプスシングル。カタクリスム A 章。ボスは向いている方の外周へ移動し、巨大 AOE を出します。また、光の玉が中央から出て、時計は、半時計回りに一周回り終えたら、中央から、順に AOE が発生します。その途中で、ブラックヘイロー、シェルクラッシャー、スピリットテイカーが来る複合ギミックです。先ほどアニメーションを見ていただいたと思いますが、光の玉が通ったところが順に爆発していきます。その大きさの目安のお話なんですけど、フィールドには真心ラインがあります。まず、中央の円や、フィールドマーカー上の8分割の線に注目します。外周は、45度ずつ順に爆発するんですけど、この8分割の線が境界線だということを覚えておきましょう。それでは、複合してアニメーションで見ていきます。中央からの光は半時計回りですね。カタクリスムの AOE を避けて、MT は、ボス正面、他の近接陣は、回った方と、逆のボス側面に待機します。遠隔組は、そのままの位置で大丈夫です。そして、MT は、ブラックヘイローを無敵受けし、他の近接のところ、10個目側の側面へ行きましょう。中央が爆発したら、2番目、ボス直下の AOE に当たらないように中央へ行き、シェルクラッシャーの頭割りを受けます。頭割りをしたら3回し、スピリットテイカーのランダム円範囲を受けて、シングルは終了です。外周爆発の後半側へ3回する人は、スピリットテイカーが来たら、素早く中央へ入りましょう。また、一周回って、同じところ、場所的にはボス直下の場所がもう一度爆発するので、しっかり気をつけましょう。実際の動きを見てみましょう。中央から出た光は時計回りに回りましたね。カタクリスムを避けて、逆側の3マーカー側で、真心ラインより後ろに行きます。MT は、ブラックヘイローを無敵で受けて、ST が挑発スイッチしましたね。中央が爆発して、2発目に気をつけながら中央へ行き、頭割りを受けます。受けたら、3回しますが、もう爆発が通り過ぎた側に寄った3回をします。スピリットテイカーを受けたら戻ってくる爆発に気をつけながら中央へ移動し終了です。時間圧縮、は、多くのデバフとディレイスペルリターン者の複合ギミックになります。登場するデバフはこんな感じです。はは、デバフは多いですが、大きく3つのグループに分けられますし、優先度もないため、理解したらとっても簡単なギミックです。3つのグループは、図示したように、内側、マーカー、外側になります。どれがつくかはランダムですが、大きく DPS と平タンでつくギミックが分かれますので、3回は、サズのように、クロスと十字で分かれます。まず内側捨てですが、中央へ置きますが、重なると視線が避けれず、逆に離れすぎると、ブリザガのアンチがなくなったり、ホーリーから漏れます。中央に輪になっている模様があるので、その上を目安に自分の方角に乗るのがいいです。次に、マーカー捨てですが、エラプションだけです。これは、8人全員に同時につきますので、自分の担当マーカーの上に捨てましょう。最後に外側捨てですが、平タン、オア、DPS につき、つかなかった方は内側グループがついています。そして、今回からディレイスペルリターン者なので2回戻ります。つまり、戻った先が、デバフ発動3回目の位置になるため、最初に位置を確定させるのが、最も遅いデバフの処理位置になります。注意点としては、今回視線攻撃も入っているため、最後のリターン時は、必ず外周を向く必要があります。では、実際の動きを見てみます。私のデバフは、遅い方から視線、エアロが、エラプですね。ですから、内、外、マーカーで置けばいいですね。
ディレイスペルリターンじゃ、位置が記憶されます。私の一番遅いのは、視点デバフなので内側に行きました。リターンじゃ、位置がまた記憶されます。私の二番目に遅いのは、エアロガなので外周に行きました。最後に、デバフが、最も早いエラプションをマーカーにしてますが、リターンが切れる時にスタンされますので、外周向いておきます。あとは巻き戻り、ギミックが進んでいきます。やってまいりました。タンクの難易度が高いと言われるアポカリプスダブルです。今回は、ダブルなので光の弾が2つに増えているが、光の弾は、フィールドを半周しかしなくなります。シングル同様、最初に、カタクリスムで外周へ飛ぶが、今回は、飛ぶ方向が、光と同じ方向、光の垂直方向の2パターンあります。加えて、時計、反時計があるので、全部で4パターンになります。時計、反時計は、反対にすればいいので、今回は割愛し、前者の2パターンを解説します。まず、アポカリプスダブルは、光の弾が、中央から対角に出て、外周に進み、計6回爆発します。その外周爆発中に、宵闇の舞踏着が複合しているギミックです。タンク以外はそこまで考えなくて、外から、中央の爆発が見えたら、中央へ入って、遠くなく、近くもない、中途半端な位置にいればいいんです。しかし、タンクは誘導がありますので、今回はタンク目線で解説したいと思います。光の弾と垂直のカタクリスム時の考え方。まず、ボスと垂直に出て反時計回りを確認しつつ、カタクリスムを避けます。この時点で、一番爆発が遅いのが、5回目の緑で囲ったところだということがわかります。基本こういうギミックは、一番遅いところに待機し、最初が爆発したらそこへ入ります。中央へ全員移動し、2回目が爆発したくらいで、宵闇の舞踏着を詠唱し始め、詠唱完了時に最も遠い人に飛びかかります。完了するのは大体4回目爆発直後くらいです。そして、今回半周しかしませんので、3回目以降は、もう、その後爆発しません。つまり、移動時間も含めて、3回目の場所が爆発したらそこに入ればいいわけです。そして、次に、1段目被弾者以外の最も近い人に2段目が来ますので、続いて誘導するタンクがそこへ入ればいいわけです。この時、割と範囲が広いので、二段目誘導者は、外周へ行くことと、一段目誘導者は、二段目を食らわないように、四回目側へ抜けていきましょう。二回目側へ抜けると、六回目が来ますので、被弾します。光の弾と同じ方向のカタクリスム時の考え方。これも考え方は一緒です。はじめに、中央から外周に行った二回目の回る方の逆の五回目に待機し、中央爆発したら中へ入り、誘導するタンクは、遠い方の3回目が爆発したら、そこへ入ればいい感じです。遠隔組は、先ほど南で待機して、中央入っても平気でしたが、今回は、2回目が南に出ますので、一旦5回目側へ移動しておきましょう。爆発3回目の判断を早くする。さあこれで、理屈はわかりました。それを踏まえて、もっと簡単に判断してみましょう。そして、動画を作成してて思ったのですが、光の弾は、南北下東西にしか出ません。つまり、このマーカーの置き方で考えると、ボスの方向と逆に行く光の弾が最初に通った数字マーカーが3回目の爆発になります。ですから、中央爆発したら中央へ行き、その後誘導タンクは、その覚えておいたマーカーが爆発したらそこへ入ればいいわけです。簡単になった気がする。では、実際の動きを見ます。東西に光の弾が出て、ボスと垂直ですね。ボスから離れる光の最初に通る数字は、1で、そこが、3回目の爆発の誘導位置ですね。私は、DPS なので2回目の逆の5回目に待機し、中央が爆発したら、中央へ行きます。タンクは、1番マーカーの外周に誘導してますね。そして、すかさず、2段目誘導タンクが、ボスサークル内に入っています。次はタンク視点になります。光の弾は、ボスと垂直ですね。で、ボスから遠ざかる光の弾は、C 側で、最初に通る数字は2ですね。一旦、カタクリスムを避けて、中央爆発するまで、外周でボスを殴ります。中央爆発したので、中央へ行きます。宵闇の舞踏着の詠唱が始まりました。詠唱半分くらいで余裕を持って、3回目爆発地のマーカー2に行きます。誘導して、4回目方面へ抜けていきます。その時、2段目誘導タンクが、ボス下を通って、外周寄りのサークル内に2段目を誘導しています。
時間圧縮、9。青色の砂時計と、ディレイスペルリタンジャと多くのデバフの複合になります。まず、青色の砂時計が3つ出現し、時間経過で、メールシュトロームという砂時計中心の円形範囲をしてきます。これも、闇の巫女が、スピードで、3段階の時間差をつけます。たくさんデバフはありますが、組み合わせは、記載している3パターンしかありません。さらに、大きく DPS と平坦でデバフが分かれるため、マップを南北で分けて、4-4 で均等に分かれていきます。また、平坦はロールペアでつきますので、初めから南北を決めておくことができますが、DPS は、ファイガじゃないとき、北と南に優先度を持って分かれないといけません。全体をアニメーションで見ていきましょう。まず、ヘイスと、黄色がついた砂時計の外周に行きます。この時、最外周は水風風で、その他が少し内側で待機し、ウォータガの頭割りをして、ディレイスペルリタンジャを置きます。次に、時計回りに視線持ち、反時計回りにその他が移動し、図の位置で待機し、リタンジャを置きます。最後に、図の位置まで進み、視線をもらわないように、外周を向いて、リターンのデバフがゼロになるのを待ちます。リターンのデバフがゼロになったらスタンされ、2回戻った後に、エアロガで対角に飛ばされて、ウォータガの頭割りをして終了です。この方法は、DPS 式と呼ばれ、砂時計の2と3番目の判断する必要がなく、ウォータガも4人で受けることができ、とても簡単な方法です。ちょっと個別に見ていきましょう。水風風の動き。まず、ヘイスと、黄色がついた砂時計の外周に行きます。この時、最外周は水風風で、その他が少し内側で待機し、ウォータガの頭割りをして、ディレイスペルリタンジャで位置が記憶されます。反時計回りに回り、図の位置でリタンジャを捨てます。次にまた反時計回りに進み、図の位置で、リターンデバフがゼロになるのを、外周を向いて待ちます。あとは、エアロガが同時に発動し、1回戻って、視線。最後、他の3人を、対面にエアロガで吹き飛ばして、逆に対面から来る人たちと、ウォータガの頭割りをします。では、実際の動きで確認します。水風風がつきました。黄色のついた砂時計を確認し、その最外周に行きます。ディレイスペルリタンジャを置いて、反時計回りに次の捨てるとこに移動します。リタンジャを置いて、次の待機位置に移動します。この時は外周を向いておきます。エアロガが発動し、リターンのデバフがゼロでスタンされ、巻き戻っていきます。最後、他の3人を、対面にエアロガで飛ばし、対面から来た3人と、ウォータガの頭割りをします。水視線風の動き。まず、ヘイスと、黄色がついた砂時計へ行き、水風風デバフ持ちより若干、内側に立ちます。次に、時計回りに、図の位置に行き、リタンジャを捨てます。次にまた時計回りに進み、図の位置で、リターンデバフがゼロになるのを、外周を向いて待ちます。リターンデバフがゼロで巻き戻り、視線を回避して、また巻き戻り、エアロガで対面に飛ばされて、4人で、ウォータガの頭割りをします。では、実際の動きで確認します。水視線風がつきました。黄色のついた砂時計を確認し、水風風より内周側にいます。ディレイスペルリタンジャを置いて、時計回りに次の捨てるとこに移動します。リタンジャを置いて、次の待機位置に移動します。この時は外周を向いておきます。エアロガが発動し、リターンのデバフがゼロでスタンされ、巻き戻っていきます。最後、エアロガで飛ばされ、対面で、ウォータガの頭割りをします。ファイガの動き。まず、ヘイスと、黄色がついた砂時計へ行き、水風風デバフ持ちより若干、内側に立ちます。次に、反時計回りに、図の位置に行き、リタンジャを捨てます。次に、図のような位置に、4人のファイガを外周を向いて捨てます。リターンデバフがゼロで巻き戻り、視線を回避して、また巻き戻り、エアロガで対面に飛ばされて、4人で、ウォータガの頭割りをします。では、実際の動きで確認します。ファイガがつきました。黄色のついた砂時計を確認し、
水風風より内周側にいます。ディレイスペルリタンジャを置いて反時計回りに次の捨てるとこに移動します。リタンジャを置いて次の待機位置に移動します。この時の優先度は遠隔が外、近接が内側となっております。ファイナが発動し、リターンのデバフがゼロでスタンされ巻き戻っていきます。最後エアロガで飛ばされ対面でウォータガの頭割りをします。いよいよ最後の紹介ギミックです。アポカリプストリプル、今回はカタクリスムはなく中央から1つ、外周から2つの計3つの光の玉が3箇所回ります。そしてその途中アンヤの舞踏着が来るギミックです。回り方ですが、外周2つは同じ方向へ回転、中央から出る1つだけ中央を経由して逆回転になります。回るパターンは2つだけで、中央の光のみ注目します。まず3の爆発予定地をまずは見つけるんですけど、今回のトリプルは3箇所しか爆発しないんです。パターンは2つだけで、中央の光だけ見て中央から外周の時計に回るか反時計に回るかをまず見ます。曲がるところが2回目で、曲がった先が3回目の爆発になります。ですのでまずそこへ駆け込みます。中央が爆発したら中央に少しだけ行きます。ボスがタンクに向かって飛んできたらもう近づいて大丈夫です。次はノックバックなんですけど、飛ばされる先がもう爆発が終わったところが理想です。ですので1か2のところに飛び込むわけなんですけど、真ん中を覗くと角度的に難易度が低そうなところが1つだけあります。つまりそこめがけてノックバック角度を調節します。そこの見つけ方は簡単で、また中央に注目します。曲がった先に3回目爆発予定のアンチがあると言いましたが、曲がった方と逆の方が実はノックバック先アンチになっています。ですので中央の光だけ注目しましょう。では実際にアニメーションで見てからプレイ動画を見てみます。時計回りのアニメーションです。中央が外周行って時計に回りました。最初のアンチは2C 間、ノックバック先は逆回転の 1A 間と判断しアンチへ駆け込みます。この時 MT は一番遠くなるように位置を調整します。中央が爆発しましたので、アンヤに巻き込まれないように他の人は中央へ行きます。ボスが誘導されました。次はノックバックが来ますので 1A 間くらいに飛ばされるように調整します。次に反時計回りのアニメーションです。中央から反時計ですね。アンチは 1A 間、ノックバック先は 2C 間になります。それさえ分かればあとはアンヤや中央爆発に巻き込まれないように注意するだけでトリプルはクリアできます。実際の動きを見てみましょう。中央は外周へ行って時計に回りましたので 2B 間がアンチですね。そしてノックバック先は1D 間なので、ノックバック時は左下くらいに位置取りしよう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。